ボンジュール松下さん。ボンジュールとはビアン。ああさすが。もうねこれも当たり前のフリーになってきましたけど、はい。他にもありましたか。あこれはすごいなとか変わってるなとか。あそこ忘れたの。え？忘れたの何やったっけ。忘れた。あれまあそうプレイボーイ見せてね。それはちょっと冒涜になるので冒涜になるな、うん、やめといて、まあ、世界中でもうちょっと盛り上げれたな。まああるよ、ただ、まあ、もう一個ぐらいだこれ。もう一個ぐらい、うん、いやこんなんじゃれやったけどめっちゃ重かったねって。あそうやな、よし行こう。だって別にね、それぞれ否定するんじゃなくて、ええ、それぞれの文化をぶつけ合わせて、そうです、毎日生きておられたんですね。そうですね。いや本当勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。なんか今いつ盛り上がりが足りんなもんな。いや、なんかごめん、ちょっと帰っていい。おうおう終わんのかごめん、ごめん。豚の内臓じゃなかった。豚でな、面白いな。ちょっと面白い、オチをちょっと間違えたな。全然オチがないわ、それ。ごめん、ちょっと帰るわ。おうおう、なんかまかないの話と思っていいから、もう一回打っていい。打っていいの。そうなんですよ。まあ、バカンスとはいうもののほとんど冒険に近いっていう感じですね。そうですね、なんかそういうのが好きなんでしょうね。なるほど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ごめん、なんかめっちゃ面白いなってんけど忘れた。一番師匠に、師匠がね、みんなに言ってる言葉の中で、あこれは勉強になったなっていうようなエピソードがあれば一個で教えてもらえたら。ごめん。じゃあさっき言っとって。何だっけ。え、何やったっけ。自分忘れた。どんな感じのこと。何やったっけ。あ、俺も忘れてない。どう忘れてる。師匠が、師匠がみんなに言ってたんやけど、あ、お前そういうことかって素直に思ったって。何個見てんな。まあいいや、じゃ質問変えよう。ごめん、ごめん。なんかどんな質問かね、うん、最後な。ちょっと蕎麦教室の話の方がいいか。うん、そうだね、今蕎麦教室ばっかりやった。うん、蕎麦教室で、勉強だったことを、あ、気づいたことだったんですか。気づいてること。そば教室で話した。あ、がむしゃらやったで。やっぱ、あと、どういうたらいいのかな。あとはね、一回注意されたことは次絶対直しとこうと思ってた。そういうの、多分師匠気づいてる。そう、この前ここで注意した、お前に注意したっていうやつを次はできるようにしようっていうのは常に思ってた、うん、あ、じゃあ僕は心の前はどうしたんですか。きっとそれは師匠に注意されて、次は絶対同じミスだけはやめようと思ってたんでしょうか、うん、イメージ湧いた。いや、イメージはちょっと待って、もう一個すごいいいなってんやん。やっぱ後でもええで、ね、いっぱい撮るから。そう、一回終わろう。え、終わろうか。うん、じゃあ緊張してるっていうところを絶対にしたかった。ああ、なるほどね、はい、どうもありがとうございました。よかったかな。いや、かっこよかったね。